私がトカゲベイベーのまさきと言います。お願いします。はい、よろしくお願いします。そして僕が、はい、ショッピーと申します。ショッピーです。お願いいたします。皆さんハッピーですか？うん、僕ショッピーです。ありがとうございます。ショッピーでございましてですね、いやいや頑張っていきたいと思うんですけどね。いや最近ね、刑事ドラマをちょっと見たんだけどね。お前いいご身分かな。どういうこと？だってお前普通の人あんまドラマとか見れねえだろ。いや見れるだろ、大体どこでも見れんじゃん。そうそうだよ、そうだよ。お前どうせあれだろ、お前人が逮捕されるの見て喜んでんだろ。なんでだよお前、人の不幸をおかずにして飯がうまいのか。落ち着け落ち着け、そんな嫌なやつじゃないから。違う、純粋にドラマ楽しんでるだけ。あ、純粋にね。そうです、そうです。でそれでちょっとドラマ見ちゃったもんだからさ、今日お前と一緒に張り込みする刑事をやってみたいなと思う。いやお前はもう十分張り込みする刑事だよ、もういいよ。どうも。いや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 、もうよくないよくない、全然落ちたの。いやいや全然落ちない。張り込みする刑事じゃなくて俺は普通にお笑い芸人だからね。いやお前もう十分お笑い芸人だよ、もういいよ。いやいや待って待って、なんで終わらそうとするかね。落ちたの。いや落ちたないね、やらしてくれ普通に。あ、普通に。そう、お前でやりたいね、張り込みする刑事を。どうしてもね。どうしてもやりたい。だから俺が今日先輩刑事やるから、お前後輩刑事で一緒に張り込んでほしい。頼む。いやなかなかやつも多いよねな。鼻の刑事やないか、お前それ。リーチ。リーチとかだね、そっちの刑事やねえだろ。違う。鼻の刑事じゃなくて、俺刑事デカの方、デカ。あ、チビじゃなくて。チビとかデカとかじゃなくて。刑事って書いてデカって読むじゃん。ああ、そうそう。そのデカをやりたい。そっちね。ちゃんとやってみようか。いやなかなかやつ動きやねんな。そうっすねー。まあ、僕の家ですからね。何やってんだよ、二人で。なんでお前んち張ってんだよ、バカじゃねえのか、お前。だってお前、雨が降った時に洗濯物取り込まなかったらママに叱られるでしょうか。知らないよ、お前んちの事情は。怖い。ママって何だよ、怖くねえよ。普通にちゃんとやってくれ、ありがんだけどよ、お前。なかなかやつ動きやねんな。そうっすねー。ちょっとどうぞ帰るな。おい、はい、お前いつもあれ買ってきてくれよ。ああ、わかりました。ああ、わかりました。そう、しぶてえやつだな。すいません、お待たせしました。おう、ありがとう。いやー、なかなかなかったっすよ。やっぱこれにかけるな。オリーブオイル。何飲ましてる、信じまうだろ、お前。オリーブオイルだろ、信じまうだろ、お前。もこみちか、お前。いや、もうもこみち垂らすわ。垂らすけど、食べてんじゃねえか、結局は。もういいよ、普通にやってるよ、普通に。なかなかやつ起きないな。先輩、どうした？部屋に明かりが。はい、貸せ。どうだ、52階の右から3番目です。でかすぎる、でかすぎる、張り込めねえな、そんなお前。でかすぎるわ。結構でかいっすか。でかいけど、そこまででかくないもん。進撃の巨人か、お前、俺は。え？なんで？進撃の巨人か。何か分かる、伝わんだ、ニュアンス。でかいじゃない、それお前。面白いやつか、お前。面白いやつかもしんねえ。大体アパートの2階とか決まってんの、お前。それでやってくれよ、お前。なかなかやつ起きやねえな。先輩、どうした？部屋に明かりが。はい、貸せ。どうだ？2階の角部屋です。あそこか。はい。確かに人影動いてる。めっちゃ火吹いてますよ。人影な、それは。え、人影を言ってんの。人影、お前人影、はい、いや、ポケモンじゃない。あ、そっちか。人影が見えたって話。あ、なるほど、ね、見えたことないでしょ。あ、そうか。普通にやってくれよ、お前。なかなかやつ動きはねえな。そうっすね。まあでも当たり前ですよね。なんでだよ。ビリ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 。あ、だって僕が犯人ですよ。いや、お前全くやる気ねえだろ、怖いよ。どうした。